歌うし食べるし喋るしゆし、どうもゆしくんです。今日はですね、練習生になる皆さんにこんな僕からささやかなアドバイスポイントといいますか、こうした方がいいかもよっていう提案ですね。提案をさせていただきたいなと思います。練習生の皆さんっていうか、オーディション関係受ける人に向けてにしようかな。はい、今日はお話ししていきたいと思います。それでは今日も行きましょう。ザ・イケバ動画。はい、ということで、近年いろいろオーディション番組っていうのがね、流行っているとは思うんですけども、そのオーディション番組につきものなのが、炎上とか流出とかがもうオーディション番組の特典みたいな感じでついてきちゃうんですけど、その特典の当事者にならないためにも、今から気をつけれることを、皆さんにお教えしていきたいと思います。まずは、そうだな、オーディションについて、厚化粧より素朴な感じのメイクの方がいいということ。なぜかというと、厚化粧にして落ちたら、もっとシンプルな自分だったら受かってたかもしれないって思うことができるじゃないですか。でもさ、そのままのありのままのさ、薄いナチュラルなメイクでさ、ありのままの自分が合わなかったんだって思ったら、なんか割り切れるというか諦めきれるな思うので、厚いメイクっていうよりは薄いメイクの方が自分の心的にも楽なんじゃないかなって俺は思います。ゆしくんチャンネルでござる。で、いざ合格しまして番組に出演するってことが決まったことについて、皆さんにお教えしたいのは、親しい友達とか、その裏垢とかでもつぶやかないことかな。どんなに信頼してる友達でも、万が一裏切られることもなきにしもあらずやなって思っといてほしくって、なんか裏垢とかで職場の悪口とか学校の悪口とか書いたりしちゃってる人は、全部今のうちにアカウントを消しておくのがいいと思います。僕もそういう SNS 関連で言うと、それで炎上した人みたいな感じになってると思うんですけど、僕の場合は当時アカウントはなく、自分の過去の発言をスクショしたのを載せられて炎上してるので、その裏道の炎上の仕方というか、そういう予期せぬ炎上の仕方っていうのもあると思うので、そういうのもあるので皆さんお気をつけください。でもしね、過去に彼女がいたとかさ、過去にそういう写真を撮ってしまったとか、そういう人ってオーディション番組中すっごく多分怖い期間だと思うんですけども、過去に恋愛してたからって言ってデビューできませんってことはないと思うし、別に恋愛自体アイドルになったら悪いことっていう風に思われがちやけど、デビューする前の経歴だったら全然いいと思うし、なんて言うんだろう、過去の自分は他人っていうか、恋愛自体すごい素晴らしいことやのに、それをね、アイドルになった瞬間悪だっていう風に見るのはちょっと、俺的には過去の恋愛別にいいんちゃんって思ってる人なんで、そういう視聴者も多いと思います。だって過去の恋愛やもん。その人の推しが、なんかちょっと嫌だなって思うのはわかるんですよ。だったらその推しから降りればいい話で、多分叩く人って自分のことを推してない人なんで、そんなに気にすることはないと思います。だからなんて言うんやろうな、今の早い段階から周りを固めろっていうのがいいアドバイスになるんかな一生懸命その番組中一生懸命頑張れば、応援してくれる人は応援してくれるから、諦めないことが重要だと思います。お電話ありがとうございます。ゆしくんチャンネルです。あとはオーディション番組中のコツというか、カメラにいっぱい抜かれるコツというか今思うのは、やっぱり人見知りはなくした方がいいと思います。やっぱり人見知りって人生損してると思う。やっぱり友達とかって、やっぱり多ければ多いほどいいわけよ。いろんな人と絡むからこそ、いろんな場面で抜かれたりするし、番組でこの人合わないなって思っても拒むんじゃなくて、ちょっとこの人を理解してあげようっていう気持ちがあれば、もう本当に全員と仲良くできるので、毛嫌いせずみんなと仲良くなること。やっぱ人見知りって言葉に頼って逃げてる気がするんです。この夢を叶えて自分が食っていくためには、これは俺の生活がかかってるんだって思ったら、人見知りって多分なくせるんですよ。生活がかかってるから。人見知りは克服しとくことかな。オーディション前からいろんな人とお話ししてコミュニケーション取ることは、いい人見知り克服トレーニングにはなるんじゃないかなと思います。だからまず近所の人にご挨拶でいいんでそっから始めてみてください。あとはやっぱりセルフプロデュースの力、髪色とかビジュアルの似合う似合わないを自分で明確に判明しとくことかな。やっぱりオーディション番組中ってバタバタしてるし、そういうことも考えることもできないぐらい本当にずっと踊ってるんです。その自分の骨格だったり、自分の顔のここのパーツがダメだなとか、そういうコンプレックスからその対処法を見出すというか、一番わかりやすい自己分析方法としてパーソナルカラーっていうのがあるんですけども、これを教えておきますね。まず、お財布に入ってる1円と5円とか、100円と5円とかどっちでもいいんですけど、銀とゴールドのものを用意します。アクセサリーでも何何でも大丈夫です。これを手の甲に当てたりして、これは自分の思い込みとかもあると思うんで、他人とお母さんお父さんとか、友達とか他人とやるのがいいと思うんですけども、どっちが似合うかっていうのをやってほしいんですよ。ゴールド系がやった時に手がしっかり血色よく見えたりする人はイエローベース、通称イエベと言われてるものなんですけども、逆にこっちのシルバー系が入る、僕もシルバー系が入るんですけど、日本人に一番多いブルベっていう感じなんですけど、そこにもねブルベ夏とか冬とかイエベ春秋ってあるんですけども、ブルベイエベどっちか分かれば髪色とかも似合うやつ分かってくるんでおすすめ。ブルベとかだったら黒髪とか、あとはシルバーとかグレーとかそういう髪色が似合って、イエベだと本当に金髪とかちょっと赤っぽい髪色とか似合うと思います。個人的に芸能人でいうと JO1 の大平翔征くんはイエローベースイエベって感じなんですけど、金髪が似合うしアクセサリーもゴールド系が似合うと思います。で逆にブルベの芸能人としては、女性だったら七尾さんとかブルベですね。ブルベ冬って言ってもブルベの中のブルベって感じなんですけども、シルバー系が似合うので、黒髪とかブルーブラックとかそれこそ青系とかも似合うと思います。それはねいろいろブルベに似合う服とかネットで調べても出てくるし、髪色とかだったら美容師さんに相談するのもいいと思います。いやゆーすくんチャンネルなんだよ。あとはもう最終なんですけど、炎上してしまったらどうすればいいかなんですけど、僕は正直何もしなくてもいいと思うんです。僕の場合はその評価の現場で謝罪をしたんですけど、正直あのやり方は間違ってるのか正解なのか未だにわからないけど、自分のスキルだったりそのパフォーマンスで見返せばいいし、こんなに俺頑張ってます今頑張ってますってやればいいんですけど、僕はそういうスキルがなかったので口で謝罪をしたんですけど、なんで悪いのか分かってないまま謝罪するのが一番良くないなって思ったので、もし謝罪がしたいんだったら直接ファンの方々がいる中でやった方が一番誠意が伝わるというか、反省してる部分が見えるんじゃないかなって思うのと、一番やっちゃいけないのが SNS とかを利用して謝罪するのが良くなくって、匿名で書けるからその分批判的な意見もやっぱり目に見えるんで、僕番組中は SNS 基本的にあんまり見てなくって、中学校の頃とかは僕もアイドルが好きだったので2チャンネルとか5チャンネルとかすごい好きでよく見てたんですけど、やっぱり叩いてる人にも推しがおって、その推しをフューチャーさせたいから、その別に推してない人を下げるような発言をしたりするんですけど、発言の言葉ほど強い思いじゃないというか、自分の推しをフューチャーさせるためのかませ犬というか、ネットのコメントとかにいちいち心を傷つけられたら意味がないと思うので、ネットとかは基本的に見ないし触らない方がいいと思います。で個人的にはしっかり反省した上で、ネタにできる範囲だったらネタにしちゃってもいいと思うし、腫れ物としてずっと自分で背負いながらやると周りにも迷惑かけちゃうので、もうこれはいじっていいんだよっていうのを周りにも知らせるためにも、めちゃめちゃ反省した上だったらネタにしてもいいんじゃないかなと思います。はいせーの、ゆしくんチャンネル。あとは、ビジュアルをコロコロ変えないということですかね。一番多いのが髪色ですね。髪色はずっと同じ色がいいと思います。僕も番組中はずっと黒髪っていうのを決めてたので、ずっと黒髪で出てたんですけども、オーディション番組って大体放送期間って結構短いので、やっぱり、あの髪色の子どこ行ったってなったら、終わりだと思うし、あからさま似合ってない髪色で番組出てしまったとか、最初のビジュアルミスったって人はもう早めにもう髪色を変えるなりした方がいいと思います。それはもうお母さんとか友達とかの客観視を聞いて、この髪色って似合ってる実際どうなんっていうのをちゃんと聞いてから番組に出演するのがいいと思います。あと僕が個人的にやってたのは、番組中は自分のことを型紙はって今でも癖で言っちゃうんですけど、名前を覚えてもらうために話し出す時に型紙はこうこうこうでっていう風に喋るようにしてました。これはモーニング娘。の矢口さんから盗んだやり方ファンにはもちろんですけども、スタッフさんとかメンバー、同じ合宿のメンバーに名前覚えてもらわないことには始まらないと思うので、このやり方じゃなくてもいいんですけど、一番ナチュラルなのはこのやり方かなって思うので、ぜひ試してみてくださいといった感じで、炎上しない方が一番いいんですけど、自分自身も気をつけながら、もちろん視聴者側もそんなねもう敏感にならずに、誰も傷つかない傷つけない、そんな番組が増えていったらいいんじゃないかなと思います。番組中はもう SNS とか見ない方がいいと思います。マジで気になるのはわかるし、見ていいことないかな。もしもうどうしても自分の評価が気になるっていうんだったら、エゴサは自分のフルネームじゃなくて、自分がファンから呼ばれてる愛称で検索するのが本当におすすめ。俺がよくやってる方法、フルネームで検索しちゃうと自分のことが好きじゃない人もつぶやいてるんですよ。ゆしくんって呼ばれることが多いので、僕はゆしくんって調べて自分のこと好きって思ってくれる人の温かいコメントだけを見たりっていうのはよくしてましたね。しない方がいいに越したことはないんですけども、これからオーディション番組を受ける皆さんは本当に一生懸命頑張ってください。僕も応援しています。というわけで、この動画が良かったと思う人はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね。